はい、どうも、じゃ表彰式で F1 ドライバーで目立つエンジニアさん、どうかしてる？はい、というわけで、オーストリアグランプリの田辺さんのことですけども、レッドブルホンダ初優勝、ホンダ2015年復帰後初優勝ということで、おめでとうございます。やりました。ファンの皆さんも非常に盛り上がってると思いますけども、僕らもね、2015年からずっと本田さん取材をしてきて、ようやく来たかと、ようやくこの瞬間来たなっていうことで、まあじんと来る部分もあったし、まあ広報の鈴木くんが泣いてるのもよくわかるということでね、まああの表彰式に関してはね、田辺さんが誰よりも目立ってましたよね。誰よりも上手にシャンパンバッシャーン巻いてましたし、フェルスタッペンにかけて、しかもね、途中からちゃ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 って来たんで、立つとこがわかんなくて、表彰台の本当は2位の人の横にチーム代表者の立つちっちゃいところがあるんですけど、表彰台の下に立っちゃって、そうすると誰よりも前に立ってるんで、誰よりも目立ってるっていうね、ずっとトロフィーの贈呈やってる間一番前で目立ってるっていう、なんか不思議な図式でしたけど、まあいろんな意味であの目立ってた田辺さん、まあある意味田辺さんが主役だったと言っても過言ではない、我々的には。というわけで、まあ良かったかなと思います。まあ田辺さんが表彰台に立つことになった経緯に関しては、オーストリアグランプリの日曜総括のライブ配信というところで喋ってますんで、そこでまた見ていただければと思います。というわけで今日はね、オーストリアグランプリから帰ってきて、少し落ち着いたところで総括をもう一回解説をやっていきたいなと思ってます。まあね、散々ね、ここ数戦 F1 がつまらないつまらないと言われ続けましたが、どうや見たことかと、 F1 おもろいやろと、本当にね、これぞ F1 っていう感じのね、レース戦略がすごく緻密で、でしかもオーバーテイクのダイナミクスさとか、走りそのものもダイナミックだったし、オーバーテイクもバトルもすごかったし、非常にレベルの高いレースでしたよね。本当にこれぞ F1、 これぞ F1 の醍醐味っていう感じのレースだったと思います。たくさん質問箱の方に質問いただいてるんですけど、とにかくそのモード11がどうのこうのっていう質問がすごく多かったんですけど、まあ、最初に言っときますけど、モード11っていうやつは間違いです。そもそもテレビの録画とかされてる方、あとまあダゾーンとか多分、見逃し視聴とかできると思うんですけど、それ見られる方は一度見直してみてください。レースエンジニアはモード11とは言ってません。エンジン11ポジション5って言ってるんで、正しくはエンジン11です。で、モード11とエンジン11何が違うのかっていうのは後で説明します。まあ、そんなセンセーショナルな言葉ではないし、それだけで全てが変わるような魔法の呪文ではないので、まあ、その部分だけまず理解してもらいたいなっていう感じがします。あまりそこで変にこう、盛り上がりすぎない方がいいんじゃないかなっていう気がします。はい、というわけで、まあ、オーストリアグランプリの総括と言いつつも、まあ、みんな聞きたいのは、レッドブルホンダですよね。というわけで、オーストリアグランプリ総括ではレッドブルホンダ総括ということでやっていきたいと思いますけども、レッドブルホンダがオーストリアグランプリで勝てた理由、これ5つあります。5つの理由があります。この5つの理由っていうのを順番に説明していきたいと思います。まずはですね、1つ目、戦略。これはもうレース見てた方明らかだったと思うんですけども、第一スティントをとにかく長く引っ張る、これはもうレッドブルが毎回毎回ほぼほぼ毎回やってるレース戦略なんですけど、第一スティントをなるべく長く引っ張ることによって第二スティントが有利になるっていう戦略ですね。これどういうことかっていうと、レッドブルの車ってそもそも、まあ、予選の結果見ていただいて分かる通り、現状でメルセデス、フェラーリには差があるんですよね。それはもう間違いないんで、普通に戦っても勝てない。じゃあどうするのかっていうところで、車自体はどうやったってこれ以上変えられないけど、タイヤは変えられますよね。タイヤ交換をライバルよりも10周後にやれば、ライバルより10周新しいタイヤで第2スティントはずっと走ることができるわけですよ。つまりタイヤ10周分の差をずっと持つことができるんですよね。これがレッドブルが毎回やっている、レース前半はなるべく抑えて走って長く引っ張る、で第2スティントにライバルよりもフレッシュなタイヤで勝負をかけるっていう、この戦略ですね。つまり本来はなかったはずのその幻のアドバンテージを生み出す魔法の戦略なんですね。まあ魔法でも何でもないんですけど、これは常套手段なんですけど、タイヤを持たせられる車でなければできない戦略という意味では、まあレッドブルが自分たちの強みを生かして戦ってるっていう風に言えると思いますね。まあ、実際今回の場合は21周目にボッタスが最初にピットインをして、22周目にルクレールがピットイン、それに対してフェルスタッペンは31周目まで引っ張って、ボッタスに対して10周、ルクレールに対して9周後に入ったんですね。これによって第2スティントは同じハードタイヤを履いていても、フェルスタッペンはボッタスより10周新しいタイヤ、ルクレールより9周新しいタイヤでずっと走ることができた。この10周9周の差が非常に大きかった。まあ、ハードタイヤのデグラデーション自体は1周あたり 0.03 秒ぐらいっていう風に言われてたんで、まあ、10周であれば 0.3 秒ボッタスやルクレールのタイヤが垂れた状態で
フェルスタッペンが走り始めることができたわけで、その 0.3 秒のアドバンテージをずっと持つことができた。これがまず一つ、レッドブルが特に第二スティントであの速さを発揮した理由の一つですね。で、二つ目の理由っていうのが、運です。はっきり言って非常に運が良かった部分もありますね。っていうのは、レッドブルリンクってそんなにほどタイヤに厳しいサーキットではなかったんですよね。まあ、今年はポール・リカールと同じタイヤが持ち込まれてたんですけど、レッドブルリンクはポール・リカールのターン11のような長いコーナー、長くタイヤに負荷がかかるようなコーナーがないっていうことで、ソフトタイヤでもレースの半分ぐらい持っちゃうっていう状況だったんですね。だからソフトタイヤでスタートしたフェラーリも実際はレースの半分ぐらいまで行けちゃう展開だったわけですよ。そこまで行かれてしまうと、ミディアムスタートのフェルスタッペンもいくら第一スティント引っ張って第二スティントで有利に戦おうって言っても、ライバルも引っ張っちゃうとその差を作りようがないところがあるんですよね。当然自分のミディアムタイヤも垂れちゃいますしね。なんですけど、今回の場合はボッタスが20周目っていう、まあ、割と早い段階でピットインしてくれたことで、まずボッタスが消えた。で、それを見てルクレールもピットインしてくれた。まあ、2位のボッタスが入ったんで、首位のルクレールとしてはそこで合わせて入っちゃえば確実に前に戻ることができるんで、確実にボッタスの前をキープできるんですよね。フェラーリはこれで、まあ、優勝がほぼ確定できたなと思ったわけですよね。まあ、ボッタスとしてはタイヤ云々っていうよりもどちらかといえばパワーユニットのオーバーヒートに苦しんでたんで、早めに一回ピットインをして少しスロー走行を挟むことによって温度が下がって、もう一回仕切り直しができる、そういうまあリセットに近いようなことをやりたかったんで早めにピットインをしたわけですけど、まあ、ルクレールがこれを見て次のラップにピットインしてカバーをした。で、ボッタスの前のポジションを確実にものにしていった。まあ、これは常套手段なんで、フェラーリの戦略としては間違ってはなかったんですけど、レッドブル側としては非常に幸運だった。ボッタスが早く入ってくれたことも幸運だったし、ルクレールがそれに反応してピットインしてくれたことも幸運だった。わざわざ自分に第二スティントのアドバンテージくれるようなもんなんで、非常にラッキーな展開だったんですよね。なんでメルセデスやフェラーリがこういう行動を取ったかっていうと、結局のところメルセデスもフェラーリもレッドブル、フェルスタッペンを優勝争いのライバルだと思ってなかったからなわけですよね。まあ、もちろんどのチームもどこに誰がいるかっていうことは考えながらレースしてるわけですけど、ボッタスからすれば早めにピットインをしてルクレールに対してアンダーカットを仕掛ける、ルクレールからすれば後ろが入ったんですぐに翌週入ってアンダーカット封じて前をキープしちゃう。これでもうレースとしては完了だったはずなんですよ。ただ彼らはフェルスタッペンがあんな勢いで追いかけてくるとは思ってなかった。彼らも多分レッドブルが引っ張ってくるっていうのは分かってたと思うんですけど、例えば10周引っ張ったとしてそのアドバンテージがあったとしても、さっき言ったみたいにコンマ3秒ぐらい、それでレッドブルが自分たちに追いついてくる、追い越すとは思ってなかったわけですよね。そのまあ読みが浅かった部分もレッドブルにとっては非常に幸運でしたよね。それからもう一つ幸運があったのは、実はハミルトンもフェルスタッペンと同じ戦略を取っていて、第一スティントを引っ張ってた。まあ、ハミルトンもボッタスと同じようにパワーユニットをオーバーヒートしてて、パワーをかなり抑えながら走らざるを得なかったんで、攻めの戦略というよりは、ちょっとまあ、奇策に近い戦略を取るしかなかったわけですけど、ハミルトンもフェルスタッペンの前でフェルスタッペンと同じ戦略を取ってたわけですよね。だから同じように走られてしまうと、多分フェルスタッペンはハミルトンを逆転することって相当難しかったと思うんですけど、ハミルトンがフロントウィングを壊してピットストップの際にノーズ交換をしてくれた。これによって8秒ロスしたんで、フェルスタッペンは次の週ピットインをしてハミルトンと同じ戦略なんだけど、ハミルトンの前に出ることができた。これもフェルスタッペン、レッドブルにとっては大きな幸運の一つでしたよね。まあ、フロントウィング壊れたまんま、そのダメージを抱えたまんま走ることはできなかったのか、なんでそこでノーズ交換したんだっていう見方ももちろんありますけど、まあ、メルセデスによると壊れてたのがフラップとフラップのアジャスターっていうところで、あの映像上はね、あの翼端板がよくこう路面に擦れてるところが映ってるんで、翼端板がなんか欠けちゃったりとかしたのかな、縁石に当たって欠けたりとかしたのかなっていうふうにみんな思ってたんですけど、実はあの縁石のガタガタの振動でフラップが取れるっていうのも実はあるんですよね。強振でパーツに固有の周波数合っちゃうとポロンって取れちゃったりもするんですけど、実際フリー走行でもストロールだったかな、フラップが飛んでました。
ましたよね。全くフラップ自体は当然どっかに当たるわけがないんだけど、フラップがバキッて折れて取れてた、まあ、ハミルトンの場合はフラップそのものが飛んでたわけじゃないですけど、フラップの角度を調整するフロントフラップアジャスターっていうところが壊れてた。これどういうものかっていうと、まあ、ピットストップの時によくウィンウィンってこう回してる映像が映ってると思うんですけど、どっかで確かこの F1 ライフチャンネルのどっかの動画でも一回解説したと思うんですけど、フラップのところにこうネジがついていて、このネジを回すことによって、フラップがこういう風にガラ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 って立ってくる、もしくは寝てくるっていう、フラップってこういう形で角度を調整するようになってるんですよね。この機構が壊れてしまった。するとどうなるかっていうと、ピットストップの時にフラップの角度が変えられない。ハミルトンの場合はミディアムからハードタイヤにタイヤを交換したわけですけど、その場合当然ミディアムよりハードの方がグリップがないわけですよ。そうすると何をしなきゃいけないかっていうと、タイヤによって前後のグリップのバランスっていうのが違ってくるんで、これに合わせてフロントのフラップを立ててグリップを上げ、ダウンフォースを増やしてあげる。そうすることによってハードタイヤに交換してもミディアムと同じようなマシンバランスで走ることができる。まあ、どのチームも例えばミディアムからハードに変えるときにはフラップはこういう風に調整すればマシンバランスは同じに保てるよっていうデータを持ってるわけですけど、それに加えてピットストップの直前にドライバーにマシンの状況どう、マシンバランスどうっていう風に聞いてることはよくありますけど、ドライバーがどう感じてるかも付加してフラップを上げるのか下げるのか。フラップを上げるっていうのは要するにフロントのダウンフォースを増やす、リアに対してフロントを増やすことによって前後のダウンフォースのバランスを変える、フロントを上げるもしくは下げるってことをやるんですね。で、フロントフラップアジャスターが壊れちゃうとこれができないんで、メルセデス曰くもしフロントのフラップが変えられないと1周あたり 0.5 秒ぐらい失っちゃう。第2スティントはずっと 0.5 秒遅いタイムで走らざるを得ない。残り40周あったんで、そうするとトータルで20秒ロスしますよね。だったらそこで8秒かかってでもノーズ交換した方が得だよねっていうのがメルセデスの判断だったんですよね。まあ、それによってフェルスタッペンの後ろに回ってしまったし、まあ、結果的にね、エンジンは最後までやっぱり抑えて走らざるを得なかった。一周あたり 400m もリフト&コーストしなきゃいけなかったっていう風に言ってますけど、ストレートエンドでバックオフして、要するに高回転で使うところを減らしてあげることによってエンジンの負荷を減らす。まあ、燃費も良くなるし、熱的にも楽になるっていうのが、まあ、メルセデスのドライバーたちが強いられてたことでしたよね。っていうのは非常にメルセデスとしては苦しかったし、優勝争いに加われる状態じゃなかった。っていうのも、レッドブルにとっては非常に幸運な状況でしたね。はい、そして3つ目の理由ですけども、これは車体。フランスグランプリでね、大きなアップデートを入れて空力的に、まあ、かなり良くなるはずだったのが、まあ、チームは想定通り機能してるよとは言ってましたけど、車の挙動が完全に改善するところまではいかなかったですよね。ただオーストリアでも、新しいフロントウィングを入れて、まあ、これが非常に効果があったっていうふうにフェルスタッペンは言ってましたね。新しいフロントウィングってっていうほど大掛かりなものかっていうとちょっと微妙な気もしますけど、翼端板の内側についてる部分、フラップって本当は実際には動く部分は少なくて、翼端板にくっついてる部分は固定されてるんですけど、そこの角度が今までよりもちょっと浅くなってる。今まではこういう風についてたのがこういう風についてる。まあフェラーリとかアルファロメオみたいにここをハの字型にして外に空気を吐き出そうっていう、そこまで過激な形状ではないにしても、今までよりも翼端板付近をこう下げてくるっていうフロントイングを用意してきましたね。ずっと抱えてた全体的なグリップ不足っていうのがこれによってかなり改善されたっていう風にフェルスタッペンは言ってました。で、実はこの新しいフロントイングが、まあ、フェルスタッペン車にしか入ってなかった。だからまあガスリーはちょっとかわいそうかなって、もし本当にこのフロントウィングがすごい大きな効果を発揮したんだとしたら、まあガスリーが苦労した理由もある程度はわかるし、あれだけラップタイム差が小さい中で仮にそのフロントウィングがコンマ1秒ゲインをもたらしてくれてたら、ガスリー Q3 でまああんな下に沈むことはなかったわけですからね。そこはちょっとかわいそうかなっていうふうには思います。まあ、フェルスタッペンは、ね、ドライバーのフィーリングとしてはそうやって非常に車が良くなった、特にオーストリアのアップデートによって車のフィーリングが良くなったっていう風に言ってました。まあ、これがオーストリアグランプリでレッドブルが良かった理由の3つ目ですね。ただまあ本当にどこまでその影響があったのかっていうと、予選でフェラーリに対して 0.436 秒差、
ていうのはこれ、まあ、パーセントにすると 0.69% になるわけですけど、フランスグランプリでは対フェラーリで言うと 0.444 秒差だったんですね。これ 0.5% なんで、対フェラーリだけで言うと実は広がっちゃってるんですよね。フランスで 0.5% 差だったのが、オーストリアでは 0.69% 差になっちゃってたんで、そこが全開率の高いレッドブルリンクゆえっていうのは、まあ確かにありますけどね。特に予選に関しては、フェラーリが予選のスペシャルモード、まあパーティーモードって言われる、かなりアグレッシブなエンジンのセッティングでストレートをゲインしてくるんで、まあこれだけ差がついてしまうのはある程度仕方がないかな。逆に言うと、決勝ではそのスペシャルモードが使えないわけで、フェラーリとの差はかなり小さくなってくる。まあ、ある意味予選で 0.436 秒差であれば、決勝ではこれが 0.2 秒とかそれぐらいまで小さくなってくるっていうふうには考えられますよね。あとまあメルセデスはもう予選の時点で決勝を考えた空力のパッケージ、つまり空力性能をかなり犠牲にして、排熱のためにまあ冷却風を取り込むための非常に大きな開口部、それから排熱を吐き出すための大きな開口部を設定しなきゃいけなかったんで、まあ、かなり空力的には妥協を強いられてましたよね。予選一発に関しては当然パーティーモードでぶっ飛ばすことができるんですけど、まあ、決勝では熱のことを考えてかなり抑えた状態で走らざるを得なかったっていうのもありますね。対メルセデスで言うと、フランスグランプリではメルセデスめっぽう早かったんで 1.23% も差をつけられちゃったわけですけど、レッドブルリンクでは 0.28% まで差は小さくなってましたね。これはまあ当然メルセデスが日曜日暑くなるのも分かってたんで、自分たちが熱的に厳しいっていうのも分かってたから、まあ、冷却容量を最大に設定してかなり空力性能は犠牲にしてたっていうのもあるにしても、それでもやっぱりメルセデスに対してすごく追いついてるのは確かなんで、まあ、そういう意味ではやっぱりレッドブルの空力性能は改善されてきたのかなっていうふうに思いますね。特にレッドブルリンクは純粋な低速コーナーでターン3しかないんですよね。でそれ以外は中速高速コーナーで、今までレッドブルがまあ空力的にやっぱり最も苦手としてきたところ、高速コーナーはぶっちゃけウイング立ててしまえばどんな車でも速く走ることができるわけですけど、中速コーナーっていうのは空力性能が良くないと、まあ、175キロから250キロぐらいの中途半端な速度域でどれだけうまくダウンフォースを出せるかっていうのは、やっぱ空力性能がすごく良くないと、今シーズン今までレッドブルがずっと苦しんできたのはそういうところだったんですよね。それがまあレッドブルリンクは非常に多いわけですけど、そういう中速コーナー高速コーナーの速さがレッドブルは非常に良くなってた。そういう意味で、車体はかなり良くなったんだなっていうのが分かりましたね。まあ、オーストリアグランプリに投入した、まあ、小さなフロントウィングのアップデート、まあ、小さいって言っていいのか大きいって言ってのは非常に難しいところですけど、まあ、フロントウィングのアップデートだけでそこまでいったのか、それともフランスグランプリに投入したものをさらに理解が進んでうまく使えるようになったのか、まあ、その複合的な部分だとは思いますけどね。はい。で、4つ目の理由ですけども、これは